はい。では、えー、またカウントしますので、今日はよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。 5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高、え、坊、ー、のキックオフ、第32回目、えー、始めてまいります。えー、これですねあの、FM ギノアンさんの方での改修、まあ、工事に伴いましてですね、えー、実は事前収録をしております。で本日はですね、その収録日は十三日、1月の23日ということで、 実際の放送日はですね2月の3日ということで、最初の第1土曜日と第2土曜日が収録放送となっておりますので、皆様よろしくお願いいたします。それで今回と次回がですね一応、私の個人携帯のツイキャスで一部配信、映像なしの音声のみの配信となっておりますので、ぜひご参加いただければ幸いです。 でこの番組ではですね、メールを募集しております。メールアドレスがですね、797-fmguinomon.com でございます、まあ。ご質問、ご感想ございましたら、ぜひお願いいたします。でですね、えー、本日は、まあ、あのツイキャスは、まあ、この個人配信ですけれども、当日土曜日にはですね、リスンラジオ、毎週のラジオでもお聞きいただけますし、また映像で、えー、YouTube も。 同時配信ですので画像もご覧いただけますのでぜひ参考にしてください。ということでですねなんか1回分すっ飛ばしての放送になりますとちょっとなんか頭の中でこうごちゃごちゃした感じになってしまいます。で今日の東京なんですけども非常に寒くてあの足元ハロゲンヒーターで今温めてるんですけれども全然その熱が追いつかないで非常に今ブルブル震えながら収録しておりますので。 なかなか難しい部分もありますけれどもそれですね、えー、前回の前回なんですけれども一応サッカーの競技規則の17条まで無事というか終了を一応、まあ、終了したということになります。まあ、長かったような短かったようなあっという間ですけれども、まあ、これ以降もでさまざまな場面で えー、登場してくるのが、まあ、教育規則ですので、ことあるごとにそれを織り交ぜて、またお,お話をしてまいりますので、皆様よろしくお願いいたします。で、今回と次回のこの収録なんですけれども、ちょっとですね、執、え、行、ー、を変えまして、審判員の、まあ、トレーニングのことについてお話をしてまいります。まあ、当日、試合に向かうことになるわけですけれども、 まあ事前に私たちはあの教会の方から基本的にはあのアポイントを受けます。で、えー、こちらの方ですね、あの専用サイトから何月何日可能というような形でこう、えー、ないろいろ、なて言うんでしょうね、できますよっていう情報を割り当ての担当者に送ります。それで割り当て担当者の方がですね、その皆さんの各心配のデータを見て、 あこの人はこの第1日曜日できるな第3日曜日できるなっていうのを見てそれでその該当する試合を割り振りますでそのま通知が来てですねそれを見てまた各審判員が実際できるかどうかをさらにこの返事をしていくわけですけれども、まあ、1週間の中で基本的にまあ平日の試合っていうのは決して多くはないですけれども、まあ、全くないこともないと。 まあ大体大学生とかです、ねまあ、高校生や、まあ、中学生、そういったあの未成年者のまあカテゴリーの試合が非常に多いです。で、えー、あツイキャスに、ヤンキーさん、ありがとうございます、こんばんはです。きょうはです、ねえー、収録の関係で、個人配信にしておりますツイキャスに関してはです、ね、よろしくお願いいたします。音声等問題がありましたら、またコメントでお願いいたします。 でまあ、基本的に土日がまあ試合のメインになるんですけれども、まあ、私たちはあの日々こうトレーニングをするわけですが基本的にそのトレーニングに関してのお話でちょっとね画面を展開したいんですがちょっと有効にしていただけるとお願いします。 えーとですね、まず画面で、えー、前置きということで、まあ、今後のスケジュールに関して、画面が変わっちゃったの。で、まず前置きをお話ししていました。で、これで次に審判員のトレーニングに関してと。 でその後次回の予告ということでお話をしてまいります。でちょっとですね画面が一部拡大しないような変形になってしまったので,で一応ですね、えー、画面が一応このご案内をしたということで一旦閉じます。はいで まず私たちですね、えー、基本的にまず自主トレ、自分で基本的にトレーニングをします。まあ、通常の、まあ、一般の社会人ですので、まあ、所属として、協会には所属はしているものの、なんか特別なメニューというか、基本的にはありません。各自が皆その時間を見つけて、まあそうですね、道路を走ったり、あとまたどこかの、まあ、サイクリングコースなど、さまざまな 場所を、まあ、自分でで探し出しし出て、えー、走ったりしますでちょうど幸いにも私のこの住,住まいの近くなんですけどもちょうど1.23キロの直線道路がありましてそこをまあ往復することで2.6キロぐらいということで大体3往復とか4往復してまあちょうどいいかなっていう非常にいい、まあ、立地条件 なんで,す、ね、でそばには川もあって、まあ、春には桜も咲いて非常にまあいい環境かなっていうところでトレーニングができたりするんですけれども基本的にはまあアスファルトの上を走ったりとかするんですけれどもその中でやはりどうしてもこの住宅密集地もしくはこう田舎のようなこうちょっともう 平野、ね、というか、原っぱが多いところとか、さまざま地理的な条件もあって、思うようにこうトレーニングできないこともあるんですけれども、そういった場合ですね、やはり自分で、さっきも申しましたように、工夫しなきゃいけないと。で、私たちのこの町にはこう、民間が運営している事務、そしてあと、まあ、市区町村が運営している公,公営かな、公的な まあ、ジム体育館がありますで私もあの最初の頃は民間のジムに、まあ、会費を払ってそこでトレーニングしてましたでその時というのは3級審判員から2級審判員へ昇級するための体力をつけるためにそこに通いました、まあ、お金を払ってで試験が、えー、っとです5月の 試験でしたので、えー、前の年の11月か12月ぐらいから契約をして、でほぼまあ4ヶ月ぐらいですかね、5ヶ月か4ヶ月ぐらい、まあ、あの専属と言いましょうか、メニューを作ってもらって、こういう形でやっていきましょうということでやっていきました。で、その後、まあ、昇級を果たすんですが、あとはもう、あのー ちょっと料金も高くなったので、まあ一旦解約をして、そして民間から今度、公営、市営のジム,、まあ、ジムかな、その運動施設というんですか、そこに行ったんですけども、やはりここでちょっといくつかのまあ違いというのがありまして、民間のジムっていうのは、メリットとしては、ご存知のように、たくさん投資ができるので、非常に機会、それがもう充実しているということもあって、非常にこう、 多くの利用者が来てもそんなにこう順番待ちになることはないんですね。でまたその専門の、まあ、日体大とか、まあ、いろんなその体育系の学生さんがいるんですけれどもその人たちが、まあ、あの指導員になって、えー、それぞれの利用者に応じたメニューを作ってくれるんですね。でそこでさらに細かいフォロー。まあ 1か月ぐらいだったらどうなのかとかいろいろとまた相談に乗ってくれたりもするのできめ細かい、まあ、アフターサービスなのか現在進行形のサービスも受けられるとただそのデメリットがですねやはりこう民間ですので利用料金がちょっと高いかなと、まあ、自分の場合仕事をしてますので仕事が終わってからの夜の部のコース34時間ぐらいの利用を、まあ、意図したコースがあるんですけれどもそこに えまあ登録というか契約をししてて利用してましたでまあその後はまあシャワーを浴びて終わるっていう形の流れだったんですけれどもで自分が合格昇級してからしばらくするとですねちょっと料金がどんと跳ね上がってしまったのでもうやめちゃったんですけれども、まあ、そういったもうさまざまな新しい機械とかですね非常にこうデジタル化された機械もあったのでよかったなとあと筋力トレーニングもできたのでと。 いうことだったんですけれども、まあ、あと、デメリットと言っては変ですけど、まあ、当然、いいところなので、利用者も当然多いということで、時間帯によってはまあ渋滞するということもあるということなので、まあ、そういったメリット、デメリット、で逆にその公営の市営とかですね、そういったところの運動施設になりますと、まあ、メリットとしては当然、税金で運営されているので、多少安いと。 で私のところはですチケット制で、1回あたり、確か200円か300円ぐらいかな、それでチケット買って、それでこう、カウンターに持っていって、利用するという形なんですけれども、非常に安かったと。で、自分専用のまあジョギングするあのマシンを中心に使って、練習をしていたということもあります。で、またまあ、あんまりその、 年配者が基本的に多く利用されているので、市営の場合は、そうすると、まあ、あんまりこう走るところには多分行かないということもあって、非常にこう利用しやすかったなと、まあ、若い方はそんなに来なかったので、その点では良かったかなという印象です。で、まあ、デメリットというのは、まあ、さっきとは逆で、やはりあの、まあ、公的な場所なので、あんまりこう最新の機械を導入するとかですね、その辺は若干弱いかなと。 で機械もちょっと簡易的な機械、マシーンというか、それもありまして、まあ、ただ、ジョギングの機械はそれなりに使える機械でしたので、非常に助かりました。それ以外の筋力トレーニング用の機械がちょっとまあ残念かなっていうぐらいでしたね。で、また、光栄ですので、まあ、監督する人はいるんですけども、そのメニューを作るとか、その辺のそういうサービスはまあなかったというので、そこはもう自分で、ね、さ何らかの、まあ サイトななりを参考にしして作るしかないとでまたシャワー室が非常にもう言ってはいけないですけども貧素だったということもあって <laughs> 本当にもう,そうシ,ャワーシャワー室だけでしたねで、まあ、ロッカーもそんなに新しいものではなかったのでまあちょっと錆が目立ったなってぐらいで、まあ、あとまあね最新の機械も導入がなかなか望めないというのも、まあ、残念な部分かなということもありました でこういったものの自主トレを自分なりにこうやっていくんですけれども、あと、その教会の中のまあ審判委員会の傘下なのかな、そこにトレーニングセンターということで、まあ、通称トレセンというんですけれども、そういったあの組織もありました。でこれはですねあの審判員を、えーまある一定のグラウンド にまあ、毎週月2回か3回かな、えー、曜日が設けられていて、そこに集めてさまざ、あ、まなトレーニングを行うんですけれども、まあ、インターバルスをやったり、あとさまざまなメニューをやるんですが、これがですねなかなか社会人になると、まあ、仕事の関係でその日程にはなかなか行けない。なので、まあ、お金を払ってその、まあ、年間で申し込んだとしても、ほぼ自分の場合は行けなかったです。 ですので、一切そこに関しては登録せずに自主トレ、ほぼ100%自主トレでした、ね。まあ、仕事柄もまあ体を使うので、一石二鳥な部分があるので、その辺の心配はなかったんですが、本当はねそのトレセンへ行った方がさまざまな情報も得られるし、いろんなそのまあ全国レベルでやっている心配にも会えたりとか、非常にこうメリットもあるんですけれども、 なかなか社会人となると、そこは難しいなというのが実情です。で、まあ、そのトレー戦行ったことによって、さまざまな試合の割り当てを受けやすくなるという一面もなくはないです。まあ、公式などうなのかは、まあ、分からないですけれども、一応そういうのもあるから、本当は行きたかったんですけれども、なかなか。 現在も当時も行けていません。で、まあ、あとですね、社会人はつらいよということで、え先ほどあの画面でお見せしたんですけれども、今も申しましたように、やはり社会人になりますと、時間的な余裕がほぼないですね。で、職種によっては定時で終われる職種もあれば、やはり残業になってしまうっていう職種もあるので、非常にこうトレーニングの スケジュールを作ったはいいけれども、なかなかその時間までにえジムに行けなかったりとか、そういう、なんてうでしょうね、まあ、ストレスがたまってしまうと。ただ、まあ、デスクワークがいいかっていうと、それもそれでまた動かないことが多いので、運動不足になりがちかなと。で、自分の場合は若干肉体的な、まあ、労働もしているのもあって、非常にこう、 まあ、一石二鳥、トレーニングにもなるしというのもあるんですけれども、まあ、反面、時間が取れない、まあ。絶対的にこう、この時間で終わるんだっていうのは保証ができないので、まあ、一長一短あります。で、また、やはり難しいのがですね、やっぱ審判員とは言ったって、プロの審判員じゃないんです。もう、まあえー、学生さんでの資格保有者もいれば、社会人もいますし。で 社会人になりますと、やはりどうしても、こう、休暇をうまく使わないと試合に行けないと。で、まあ、週休2日制で、その中に試合日程があればいいですけれども、まあ、さまざまな大会とか、そういうので、絶対的に週末だけとは言えないので、そこで、まあ、有給休,休暇を使ったり、 もしくはまあ自分のまあ家族とかですね、そういったところの家族サービスを犠牲にしたりする方もいらっしゃいます。なかなかこう、独り身だとね、自分の時間しかないので、自由に使えるんですけれども、やはりあの自分の知り合いでもそうですけれども、結婚してて家族がいて、子どもがいてとか、となりますと、やはり審判活動だけには打ち込めない。 でよくあるような、私と審判、どっちが大事なのっていうようなね、あのそういう変な二者択一を求められるような状況もありますので、なかなかこう、思うようにはいかないと。で、自分自身、審判活動をしていて、やはりこう、日頃の会社でのストレスとかですね、そういったものが非常にこう、うまく解消できているというメリットもあったので、だからその、審判活動を妨げるような仕事を、 にはまあやはりつ,つきたくなかったというのが実情で、まあ、以前もあの某予備校に勤めてたんですけれども、そこはもう土日祝日が非常に書き入れ時なので、どうしても社員が欲しいと、従業員が欲しいと、で、私は当時最初、土日休めてたんですけれども、徐々にこう外堀を埋められ、内堀を埋められて、出てこいと、土日祝日となって、やはりそこで葛藤が生まれて、そこはもうやめちゃったんですね。それで まああの自由の利く、ある程度自由の利く職業に変えましたというのがまあ当時の実情で、なかなかだから、その会社としても、審判に対しての理解がなかなかこう、生まれにくいというか、大体そのうちの会社でもそうですけども、まあ、選手、まあ、一応ね、陸上の選手が何名かこう、 いわゆる代表レベルでいるんですが、その方々はもう本当、午前中の2、3時間やって、もうあと練習に行ってます。ただ、逆にこの審判員は、おそらくもう自分も含めて何人かしか多分いないんじゃないかなと思うんですけれども、私たちがまあプロであれば当然もう仕事を辞めて、専属でやるので、まあ、その辺の心配はないんですけれども、自分自身のこういわゆる 都道府県とかそういう一般的なカテゴリーの試合に行くにしてもやはりこうシフト制になりますとなかなか難しい部分があります、うん、日曜出勤があったり祝日の出勤があったりそうすると平日ほぼそんなに試合がないのでこう予定を入れるっていうのもなかなか、まあ、難しいとで1か月にできる試合数っていうのはほぼ平均してまあ 多くても4試合なんですけれども、それへのこう割り振りが非常にこう難しくて、自分自身も月2回がまあせいぜいかなっていうところで、まあ、年齢も年齢でどんどんこう高齢化していくと、やはりこうできる試合も肉体的な部分もあって、少なくなっていくということもあるので、残り少ないまあ審判人生をですねよりこう充実させたいなというのが日々。 思っているところですので、本当は無職で本当はやっていきたいんですけれども、そうすると生活もできなくなるので辛いということもあります。で、このトレーニングの仕方なんですけれども、まあ、私たちは単純にこうジョギングして、えー、例えば60分なら60分こう走り続けているだけのメニューではないんですね。やはりこうサッカーのの実際の試合に そのための筋肉というか肉体を作らないといけないのでまあ、当然こうストレッチから入って体を当然こう柔らかくしていかなきゃいけないんですけど突然やっちゃうと故障しますのでそれでこう最初はジョギングしたりするんですが時たまこうインターバル層を混ぜたりしますちょっとダッシュしたりですね。でまあ 当然自分の場合ですと、あの、行動というか、ま、歩行者用の歩道を走ってますので、そうするとやっぱりこう、民家から車が出てきたりとか、自転車が来たりとか、いろんなこう、なんていうんでしょうね、こう、妨げる要因があって、こう、フリーに、安全にこう、走れる、トレーニングできる環境ではないんですね。まあ、それも一つの、ま、なんていうんでしょうね、好材料と考えれば、選手が横から出てきたりとか、こう、 そういったふうに置き換えれば、まあいいのかなというふうにも考えていて、その中で、まあそれで六十60分ぐらいトレーニングをして、で、いろんなメニューを自分の中で、まあ、考えて、ウォーキングしたり、えー、ちょっとしたダッシュをしたりとかっていうのも含めてやっていきます。で、ちょうどこの自分のところが、こう、若干、なんていうんでしょうね、こう、なだらかな、 坂があってよくあのプロ野球の選手でこう坂道ダッシュとかいろいろあるんですけどもそれもできるいい環境が実は自分の家の近くにあるんです。うん、ですのでその坂道を登ることによってか心肺機能を鍛えたり足腰をさらにこう鍛えることもできるので非常にこう自然のという自然ではないな、まあ、人工で作られたまあ道路なんですけれどもただ斜面はまあ あの自然な環境なので、非常にいい、夏場はジムに通わなくても、外で目的を達成できるので、非常にまあラッキーな場所に住んだなというふうには思っています。で、一応ですね、審判員がこう前日までのところで、やるべきことではないんですけども、これが別にあの一般的な。 みんながこうやってるようなことではないんですね。まあ、自分自身の,このトレーニングの仕方なんですけれども、一般化はし,していないというかそう、そういうふうに言わないほうがいいのかなと自分は思っています。人それぞれの、まあ、調整方法がありますので、それでまあ基本的に前日に関しては、ですね、まあ、夜にある程度こう水を飲んでおきますで。そうすることによって、まあ、当日 足がつったりとかですね、ちょっと不足の故障が起きないようにしています。大体こう、うん、社会人の、まあ、試合になりますと、まあ、多くがそんなにプロのようなチームのようには練習できない、高校生、大学生のようには練習できないので、まあ、ぶつけ本番でやることが多いんですね。そうすると、もう故障したりするような方々が非常に多くいます。残り1分ででですすので 前日までには、まあ、できるだけ水を飲んで、えー、水分を補給しておくということで、えー、一応、まあ、私の自主トレイに関することをお話ししていきました。でですね、えー、次回は今度は試合当日の望み方に関してお話ししていこうかと考えておりますで。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた次回お会いいたします。 では失礼いたします。